橋でございます。今夜さだは名古屋に来ておりますね。東海ラジオは第2スタジオ。今夜なぜかねスタジオの内も外もいつもより関係者の人数が多めの布陣になっておりますね。まずはスタジオの中、今私の目の前にはコンサートツアーマイライフを終えたばかりのさだれい君が鎮座増しましておりま嘘だよ遠くに行ってる。今そこにいるんだろ外側にね。番組の中のチャーミングなお客様いらっしゃいのコーナーで集中的なトークをお送りいたします。その他のコーナーでもその都度なんか喋ると思っております。そしてスタジオの外には東京文化放送からいつも青山一人だけなのに今日は二人営業からやってまいりました新人ディレクター吉住が研修のために名古屋入りしております。それはスタジオのガラスの向こうじゃなくて今私の斜め前に今スタジオの中に座っております。吉住が研修のために初めての制作での出張なのにもう風呂に入ってきたというデータがこちらに出ております。本丸か二の丸かは厚くじっくりと聞きたいと思います。じゃあ東京のスタジオは今無人なのか。いえちゃんと佐藤佳代子元ディレクターが時間外勤務をしてスタンバイしております。590回最後までゆっくりお付き合いくださいませ。さだまさしのセイヤング。この番組はハートも美味しいトハトセイカがお送りします。やあ皆さん、味へのこだわりが形になる、それはとても嬉しいことです。ハーベストのこの薄さがサクサクとした歯触りとこの香ばしさを生んでいます。それはモンドセレクションでも認められました。美味しさの追求に終わりはありません。トハトハーベスト。セリーは焼きイカが大好きだ。あ、ロバートの焼きイカが大好きだ。おお、マックスも焼きイカが大好きだ。みんな大好き。屋台の味の本格派、東ハト焼きイカ、焼きエビも大好きだ。さだまさしの。新聞発表のコーナー。今回、採用されましたのは、はい、小平市のアンアン通りの人々の作品。うん、それでは行ってみましょう。行ってみましょう。東海以内に台本仕上げ。うん、なんで俺こんなこと言わんならんの。よく言うてくれました。言うまでもなく、この台本というのはマサシングワールドフェスティバルので上演予定のシェイカーの台本ですね。そうですね、うん、俺もできてんだよ頭の。できてんの、うん、できてんの。だから今回は口移しでいくから全部口で振るからね。それ落語家さんじゃないんですか、ね、それ。いやいや落語家さんの練習じゃないんですか。いやそんなことない。塚さんだってそのぐらいのことはする。全部口でいく。ここでこうしてこうやってこれ覚えて、ね、ああ、書いた方が早いと思うけどな。俺もそう思う、うん、初日は3月の8日ですね。今日から10日以内に台本が上がるということは稽古期間は5日間ですね。無茶言うなって。え、それ無茶ですよね。それはそれをどうにかしなきゃいけないんだよ。まあ今回やたら多かったのは600回まであと10回とかですね。うんうん、こういった類のもの、ね、なるほどね。ほらまあ小平市の、松本哲也からこういうのも来ておりましてね、はい、ラジオ愛知て育成層。いいね、いいいいな。うんうんうん、ラジオ愛知て、愛知てね、愛知てってのはいいよな。これ考えてみれば、うん、愛知県っていうのはすごい県だよな。愛を知ってるっつうんだから。ああ、うん、考えてみれば、ね、ラジオ愛知て育成層、うん、東海内にってのはうまいね。だけど、うん、うまいうまい、うんうん、もし690回目がまた東海ラジオからの放送になるんだったら、うん、また中国の忠告のハガキをね出してほしいと思いますね。うん、うん、690回当初600回まであと10回というのを考えたんですが、テープをチェックしたら祝500と10回目というのがあったのでボツ。うん、それでラジオ愛知で育成層はどうかって、うん、なるほど。採用されたのは東海以内に台本社、うん、頑張ってほしいですね。はい、今回あったいやいや俺書かないよ。え、俺じゃないよ書くの。誰なんですか。木曽川先生だろ。ああ木曽川先生。あ、そうなんですか。木曽川先生地元だもん。だってじゃあ連絡取ってくださいよ早く。取れないんだよ。なんで取れないんですか。なんかね、長嶋茂雄さんの応援歌を書かなきゃいけないっつってすごい徹夜してたみたい。あの先生ヤクルトファンなんだけどね。いろいろやってんな、なんか、うん、木曽川先生ね、なんか先にやってくださいって。いやでも長嶋さんのことはまずいって言って、なんか今日できたみたいよ。あ、そうなんですか。うん、今日は長嶋茂雄さんの誕生日だったから、今日は連絡取ったんですか。それで昨日。あ、いやいや、あの人から聞いた話だけど、長嶋さんの曲は上がってきた。うん、なんか詞は後でつけるっていう約束で書いてたらしいけど、詞も書いてきたらしいよ。
偉いですよね。偉いね、昨日あんまり寝てないっていう情報だけどね。あ、そうなんですか。だから木曽川先生ちょっと今原稿書きに行くんじゃないかな。ああ。でも長良川先生に頼もうか。いやいや、やっぱり木曽川先生の。木曽川先生かな。揖斐川先生もいるけど。いやいや、結構です。うん、はい、今回採用された小平市の安安通りの人々にはプレゼントして、今日の新聞の番組欄の超拡大コピー。さらに1ヶ月分の新聞代金3650円の代わりに4000円分の図書券をお送りします。はい。皆さんも番組のサブタイトルを考えてごらん。2月27日土曜日591回 SBC 信越放送諏訪放送局からの放送分、それから3月の6日土曜日592回東京文化放送からの放送分。もう3月6日なんて言ったら地獄だろうな、ひろやん。地獄でしょうね。ここで台本なかったらどうする？いや、だからだんだん井上久志さんのようになってきたな。いや、でも一応セットはできつつありますから、もうセット見せますよ。うん、セットの解説をしよう、俺が。あ、出て行ってね。あ、で、これこれこういう話っての俺がずっと言えばいいんだ。あー、そうかそうか、一人芝居。うん、うん、もうできてるとこまでやるとかね。そう、サブタイトルは7文字から9文字、放送日、放送回数、放送する土地から季節感なども考慮の上作っていただきたいと思いますが、どうもひらめかないなというあなたのために今週もお送りしましょう。新聞発表はがき文案作成用アイデア集、この日こんな日。まずは沖縄県石川市では午後2時から中日ドラゴンズ対横浜ベイスターズのオープン戦が行われる。同じく沖縄県糸満市ではオリックスブルーウェーブ対日本ハムファイターズ戦、こちら12時プレーボール。九州では宮崎県日南市で広島東洋カープ対ヤクルトスワローズ戦、プレーボールは12時30分。四国は高知県安芸市では午後1時半から阪神タイガース対西武ライオンズ戦が予定されている。以上、来週2月27日のこの日こんな日でございましたね。だから何なんですかこれ。いや、だから何ですかこれ。やっぱり生活に密着したラジオ、情報ラジオ、これがやっぱり我々の売りだから。なるほど、ね、こういった各地のイベント、祭りなどの行事を参考にしながら、ユニークな作品を作ってもらう。できるわ、あんなの。え？できる。無理だな。無理だよ、これ。宛先は郵便番号 160-02 文化放送、さだまさしの西洋新聞発表のコーナーまでですね。それから、2月の28日は、さださんのお母さんの誕生日ですね。ええ。まあ、この辺も考慮に入れてもらって、よろしくお願いしたいと思います。わかりました。はい、どうぞ。はい。続いてはこのコーナー。品川区星名陽子、いらっしゃい。お豆腐、うん、先日生でお豆腐を食べる話をしておられましたね。私のふるさと盛岡には寄せ豆腐というものがあります、うん、ああ、寄せ豆腐、これはお豆腐と材料は全く同じですが、四角いお豆腐の形にする前の温かい出来たてのお豆腐なんです、うん、子供の頃お昼近くになるとリヤカーにつけてお豆腐屋さんが売りに来るんです、うん、ラッパの音がすると豆腐を入れる容器を持って買いに出るんです、うん、お豆腐屋さんはその容器にしゃもじですくって売ってくれます、うん、しゃもじの形になった湯気の出ているお豆腐にすったひね生姜とお醤油を少しかけて食べるんですが、とっても美味しいですよ。うん、今では寄せ豆腐を売っているところも少なくなり、うん、スーパーマーケットでパックで売られていたりしています。けど温かくて出来たてでない名前だけの寄せ豆腐は本物じゃありませんよ。おお、寄せ豆腐、まあ、そうだ、初めて聞きましたね、寄せ豆腐、ええ、でも京都で俺食べたことあるな。そうですか、僕食べたことないですね。お前京都人だろ。京都人ですけどないんですよ。京都といえば豆腐じゃないか。豆腐ですけど、あんまり僕豆腐は、うん、そうかな、ええ、同じく星名陽子、品川区、いらっしゃい。セイヤングリスナーの皆様、インフルエンザが流行していますが、抵抗力をつけるために肉団子スープを作ってみませんか、うん、お料理部から来ておりますね、うん、材料、お手元にペンは終わりでしょうか、うん、じゃあもうちょっと後でペン用意してもらった後で。そうですね、その間に別に今紙と鉛筆をご用意くださいませね。はい、その間に、はい、これはどうしても聞かなくちゃいけないっていうハガキを読もう、うん、そうするとペン取りに行けないんだ。そう、あるだろ手元に。あるですよ、聞きながらできるから、うん、覚えられるでしょうね。覚えられない。今見たけど覚えない。あ、そう、うん、さあ、それでは花粉症の話題いってみましょう。帯谷節子、いらっしゃい。我が家の日めくりカレンダー 20日の言葉、仕事に意欲を沸かさぬ人には良い知恵は湧かない。うん、うん、なかなかいい。よくあのこういうのってあの便所とかに貼っていくと、うん、ね、覚えるね。覚えますね、うん、なんかあの肝心なことは便所に貼っておくと覚えるってのは何だろうな。集中するんじゃないですかやっぱり。ああ。一点からですからやっぱり。お前スケジュール便所に貼っとってやるよ。え？スケジュールとか仕事全部便所に貼っといてやるよ、お前の便所に。それ貼り返しますわ僕。
貼り返す。一緒に貼ろう、うん、それぞれ貼る。貼る、貼るよ、貼る、貼るよ、貼るよ。忘れんね、忘れない、ね、聞いてないよとか言うなよ。それはもう通用しないですからね。やめよ。貼るよ、貼る、うん、どうしても、どうしても貼る、うん、こういうのをヤブヘビっていうのかもしれない。そうそう、うん、佐田さん、花粉症の具合はいかがですか。私の勤めている耳鼻科では、うん、耳鼻科、ありがたいね、耳鼻科ね。耳鼻科では花粉症の方の来院が増えてきました。ほらもう来てる、ね、ああ来てる、早いね。昨年に比べ今年は花粉の飛散量が増えるとか言われ、あ、私も含めて昨年以上に苦しむ方が多くなることでしょう、うん、なんといっても早めの予防が一番です、うん、早速薬の服用をお勧めします、うん、かかりつけの先生にご相談ください。お互いに心地よい春を過ごせるといいですね。ああ、広田さんが羨ましい、うん、ないもんね。ないですね、神経がね。いや、神経はあんの。え、花粉症じゃない。だから鼻に神経がないの。ある。そう、ある。匂いはする。匂いは嗅げる。匂いだけね。匂いは嗅げる。なんかでもあれだろ、定期的にこうバカ汁がこう鼻にこう、そうそう、頭の中のね、うん、バカ汁が落ちてきてる。それで噛んでるもんね。時々タラッと出てくるんだよ、不意に。あ、やっぱり僕なんかあの繊細だから、うん、でもね、うん、花粉症、この間鹿児島行ってきた。鹿児島行って、うん、暖かい日にゴルフをやりました、うん、その時に風も強かったです、うん、ね、風も結構あった、うん、あった、あった。その日にね、風ので、杉なんかもう真っ赤、もう紅葉、紅葉って言われな、うん、花粉だらけ、くしゃみ一つ出ない。今年は薬一つ飲んでないのに、うん、何でしょうね、体質変わったんじゃないかな。体質が変わったか、うんうん、お前来てたな、くしゃみ。いや、一回しましたよ。いや、一回じゃない。いやいや、何回か来てた。いやいや、来てないです。それ言わないでください。精神的なものもあるらしいですから。花粉症、花粉症。あ、そう。だから、僕はないです。俺、なんでもないんだ。ないですね。だから俺ね、あんま嬉しくなってね、うん、杉の木の根元行ってね、うん、うーれ、俺はもう治ったんだ。って思いっきりね、5回ぐらい吸い込んできた。杉のすぐ近く行って。いや、そういうことをすると、うん、ね、うん、また、あるんですよ。来ない。そういうことで何もしなければいいじゃないですか。大丈夫なんだよなと思って、うん、相手になりに行かなくたって、杉に。あんまりにも悔しかったの、杉が。なんで治ったんだっていいじゃないですか。長い体しやがってね。いやいや、ね、俺は平気なんだ、ほら、おってやってきた、うん、俺は嬉しかったな。大丈夫ですね。大丈夫、うん、もう多分大丈夫ないかな、うん、大丈夫だと思いますよ、うん、ただこうってやった後、うん、ちょっとくしゃみ出た。だからするからでしょ。いやいや、そういうことしなきゃいいじゃないですか。でも多分大丈夫だと、うん、トリルダン飲もうかな。でも、うん、薬は飲まない方がいいと思う。来てからじゃ遅いんだもんな。でもな、うん、さあご用意できましたか。紙と鉛筆。ああ、紙と鉛筆、はい。肉団子、材料、うん、豚ひき肉 400g、 長ネギ1本、うん、タケノコ少々、うん、生しいたけ3枚、人参3センチくらい、ひね生姜2センチくらい、人参とひね生姜はすりおろしておく。お塩、胡椒、お酒、片栗粉、肉団子の塊で加減する片栗粉、うん、ね、うん、分かりですね。まずこれをご用意いただきます。その他にですね、うんうん、春雨を少々、おね、それから春菊、うん、いらない俺は。いやいや、俺はじゃない、みんなはいるの、うん、春菊、それから白菜、うんね、これを3枚を千切りにしておく。白菜の場合ね、うんうん、うずらの卵茹でて殻を剥いておくといい、うん、これ準備してた。なるほど、ね、大きめのお鍋にチキンスープを1つ入れる、うん、なんだチキンスープ1つ入れるっつうの、あの固形スープ の、あ、これをスープの素だな、はい、大きめのお鍋にチキンスープを入れ、水 600cc をグラグラに煮立たせておく。ああ、うわ、そこに豚ひき肉、長ネギ、タケノコ、生しいたけ、人参、ひね生姜、すりおろした分ね、これね、うん、でこれを入れ、よく混ぜ合わせて肉団子を作り丸め、違うな、んまず混ぜないと肉団子にならない。そう、 A をよく混ぜ、あ、そうか、 A の部分、ひき肉と長ネギとタケノコと生しいたけと人参のすりおろしたのとひね生姜のすりおろしたのはもう混ぜて肉団子にしとくんだ。どれぐらいの、それは自分で食べたい。肉団子に、まあ一口で食べられるぐらいがいいんじゃないか、ね、肉団子に火が通ったら白菜の千切りと春雨を入れてよく煮る、うん、最後に春菊とうずらの卵を入れ、スープの味見をし、お醤油を好みに入れる、薄味の方が良いと思います、うん、お試しあれ、うん、うまそうだけど、うん、俺は春菊はいらない、うん、
まあ好きなやつをね、嫌いなやつは省いて、うん、好きなやつで生姜もいらない、や、うん、だから嫌いなも省いていいな、ヒロト好き嫌いがなくて、うん、セロリだけだろ嫌いなの。ええ、セロリは食べたことないですから、ちっちゃい時から、うん、でも俺年取ると食べ物の嗜好が変わるんじゃないかな、うん、この間うどんの中に柚子が入ってたんだけども、うん、腹立たなかったな。お、昔は腹が立ってたんだ、うん、分かってきたんですかね味が。なんでその上から見落とすような言い方なんでその。大人になったの見落としてんなお前。いやいや、この間豆腐にね、突き出しで出てきたお豆腐に生姜が乗っかってたんだよ、はい、これだけで俺はもう昔は手をつけなかった、うんうん、でちょっと覗いて、うん、生姜汁バーッとついてたんだけど、うん、食べた、うん、結構生姜もいいなってほらふっと変わってきましたね、うん、その辺からじゃないですかね、あの肝症が良くなったとかっていうの、食べ物のそのあそういったところに、そういったところに何かビタミン A をたくさん取ると粘膜が強くなるっていう、うん、何か秘密があるんじゃないかな何だ分かってるの分かんないよね、うん、よし続いてありますよ、久保みどりさんは北区いらっしゃる、はい、先日思い立っていとこに会いに水戸に行った時の上野駅での風景、うん、上野駅ね、上野駅ってのは風情あるよな、やっぱり、うん、俺はあの九州人だから東京駅降り立つんだよ、うん、東京駅もやっぱり自分にとってはもうなんか玄関口っていう感じがするけれどもさ、うん、上野っていうところは風情があるね。そうですね、うん、何かあの、ね、駅の構内あのにこう入っていくとき、改札を通るときに甲子園球場行くような趣があるもんな。あで、いろんな方いらっしゃいますよね、あの辺は、うん、七十過ぎの男の人、職人さんらしく短く角刈りの真っ白い頭をしておられましたが、うん、二人が抱き合わんばかりにして別れを惜しんでました。お70歳ぐらいの男の人同士が、この次まで元気でな、うん、あんたもね、うん、そして一人は列車に、一人はホームに立って、列車の扉の閉まる寸前にホームの人が大きく手を挙げて See you again! 素敵でした。いいな、七十過ぎの男、角刈り、うんうん、何かこうドラマがここにあるな、うんうん、元気でな、これはいいな、See you again! これ山田大使なら見逃さないぞこれ、うんうん、ああもうすぐあの下目のな、うん、下目のこうアングルが、あ下からね、うんうん、See you again! って言った時にはガラス越しだぞ、うん、向こうのな、ね、ドアがピシッと閉まる、その閉まる内側からこう向こう見てるぞ、振り上げて四角い角刈りの、角刈りのそうだな、役柄で言ったら誰だろうな、うん、まあいいや、うん、役柄は、うん、で See you again っていう時に、うん、again はもうガラスが閉まった後に聞こえてる、ほうほうほう、かすかに山田太一ならそうするな、うん、俺の勘では、ほう、うん、よく分からんけどねそれは。それでこっち側にはもうあの見送られてる方の顔がガラスに映ってる、これはもうカメラ捉えてる、アングルでやこうだな、いい風景だ、すぐできますねそういうのね、もうできる、うん、どんどんできるから誰かお金出して、うん、まだハガキは大丈夫、あお知らせどうぞ。広い大地に生まれ、太陽に照らされ、雨に打たれ、立派に育ったそら豆は美味しいパフスナックになりました。物語を味わってください、そら豆 100% スナック、そら豆物語、東鳩から。ねえねえ聞いて、私さ美味しいクッキー見つけたのよ。へえ、クッキーなのにね、さっぱり塩味でバターの風味も生きててね、ちょっとこれ食べてみて、これこれ、うん、美味しいでしょ、ちょっとこの入ってみて、ほっくり塩味、東波とソルティーバターとソルティーセサミ。さだまさしの水泳やおはがきを続けて読んでまいりましょう。横浜市鶴見区の田辺文俊、文俊でいいんだよな、いらっしゃ い多分他の人も書くと思うんですが、マイフェアレディでイライザ役のヘプバーンが発音に苦しむところのセリフ、うん、In Spain, it rains mainly on the plain. ね、うん、In Spain, it rains mainly on the plain. これは、スペインの雨は主に広野に降る。これは100万人の英語ではございません。あのセイヤングでございます。お聞き間違いのないように。
そう、こういうことだったの。 In Spain スペイン Lanes Mainly Plain のところをスパイン、ライン、マイン、プライン、このようにイライザが発音するわけですね。その後もう一つ、ハートフォード、ヘレフォード、ハンプシャー、ハリケーン、ハズビーン、ハペン、これは H の発音を強要するためで、全然言えないイライザはアートフォード、エレフォード、アンプシャー、アリケーン、アズビーン、アプンとなってました。ハ行がア行になってしまうのは日本でもある地方ではこうなっちゃいます、うん、それにしてもこのセリフだけを聞こうと思ってビデオに撮っておいたマイフェアレディを結局最後まで見てしまった。運が良けりゃ踊りたいのの名曲の後、この映画の背景にある階級社会への痛烈な風刺、そう、これはあのバーナードショー原作の劇でしたね。運が良けりゃってのはあの実の親父が歌うってとかいいよな、うん、運が良けりゃ運が良けりゃ、これは実際には私の今運が良けりゃ日本語で歌うっていうのはどうしてもクレイジーの世界に行ってしまう人ですけどね、うんうん、ね、踊りたいの、うん、本当に名曲がもう今日星のごとくね、うん、ある素晴らしい、やっぱりあの、映画でしたね、はい、ヘプバーン、やっぱりヘプバーンはすごいな、うん、昨日書店に行きましたらね、ヘプバーン関係の本がザッと出ておりましたね、うん、もう僕はなんかこう渋いのがあったら一冊ぐらいヘプバーンについてもう一回紐解いてみようかなと思ったんですが、いっぱいありますとね、もうどれから読んでいいかわからないっていうんでね、うん、で仕方がないんで、うん、星野幸信のブルーホールを買ってきました、ブルーホールはなかなかいいんですが第2巻が早く読みたいという感じがするんですが、邪馬台下は終わったんでしょうか、その方が気になるっていう、星野幸信さん聞いておいでになったら番組宛におはがきをいただきたいと思います佐久間亮介いらっしゃい、松さんこんばんは、2月13日放送分で二羽黒は双葉山と羽黒山の両方の強い横綱から取ったんで名前負けしたのではと言いましたね、言ったな、うん、そういうことを言ってしまったな、うん、確かに、いやいや名前負け言ったな、でも言った、うん、双葉山と羽黒山だもんな、うん、では小さな大横綱と言われた第58代横綱千代の富士はどうでしょうか、同郷の先輩で彼をスカウトした第41代横綱千代の山と入門当時現役横綱だった第52代横綱北の富士と合わせたしこ名ですが、この場合何というのでしょうか、まあ何というのでしょうか、もう名前負けしなかったんだな、うん、うん、そういうことですね、まあ、そういうことですかね、うん、名前負けしな、名前以上行きました、名前以上行った、うん、俺はやっぱり千代の山も僕は好きな横綱だったですけども、うん、ソップ型のね、はい、よく似てましたよ、うん、イメージは、うん、千代の山と千代の富士は、うん、北の富士はね割とこうどっしりしたあんこタイプの、うん、いい綺麗な横綱でしたね北の富士、そうですね、現陣幕親方ですね、この北の私も好きでした、あの人がゴルフ場で会ったことありますけどね、うん、やっぱり北の富士だって言ってしまう、いい男、いい男、すごくいいよ、何そうですか、それじゃあ大阪名古屋の皆さんを待ちましょう、名古屋にいるんですけどね、僕は小さい頃から自然の中で伸び伸びと育ってきました、大自然を知っている人間はみんな元気、底力があるんだ、キャラメルコーンもそんなでっかい自然を知っている、だから元気もりもり、キャラメルコーン大好きです、夏美、涼子、綾、私、中学からの付き合いでしょっちゅう私の部屋に集まってはよく食べよく喋った、回るわよとか言ってる子がいるけどもう一で回るわよとか言ってる子、卒業してからもこの4人の友情はずっとずっと変わらないと、いいな、そこのオールレーズン取って、気がつけばいつもそばにいる、トーハとオールレーズン、チョコールレーズンもね。
さだまさしのせいや大阪は毎日放送、そして名古屋は東海ラジオでお聞きの皆さん、いらっしゃい。さだまさしでございます。今夜はゲストとしてチャーミングなお客様さだれいこさんをお迎えしつつ、名古屋は東海ラジオ第2スタジオからお送りしています。さだまさしのセイヤング、この番組はハートも美味しい東ハート製菓がお送りします。おめでとう、I wanna be always with me。 小林亜生です。みんな集まればいいのでパーティー、東ハートビーノは豆 100%、 いつでもどこでもうまいうまい、いいのがいいの、東ハートビーノ。広い大地に生まれ、太陽に照らされ、雨に打たれ、立派に育った空豆は美味しいパフスナックになりました。物語を味わってください。そら豆 100% スナック、そら豆物語、東ハトから。さだまさしのせいえいえいや。週に一度のガチンコ勝負、お笑い国技館。もうこれをこの番組でしか俺を知らない人は、俺がどんなにロマンティックな詩を書いてももう聞いてくれないだろうな。でも週に一度のガチンコ勝負なんて言っててみろお前、もうちょっと変えた方がいいですね、さださんらしく。例えば例えばって急に急に振らんでよ。あー、どすこいどすこいとか。ああいや、そうじゃない、ちょっと綺麗にね、綺麗にね、じゃあちょっと考えよう、笑えるハガキを。やっぱり一緒だ、何変えても、笑えるっていきなりだもん、笑えるだもん。笑えるハガキを書いて格好を上げ、三役横綱、そしてゆくゆくは理事長の座を目指していこうというお笑い国技館のお時間。なんです、ハガキを出してもらって読まれたら、入門が許可されます。続いて読まれたら新弟子検査に合格になります。新弟子検査に合格したら前相撲に挑戦します。いわゆる初土俵というやつですね。それからちょっと本物のお相撲とは抜きまして、序の口、これは50枚目までです。でこの50枚目に付け出されます、あるいは50枚目以上に付け出される可能性あります。そして序二段、これは150枚目、三段目が100枚目、幕下はこれ60枚目まであります。そしていよいよ幕下を終わりますと関取と言われます、十両、これは13枚目まで。そして、幕の内前頭というのは14枚目まで。以下、まあ、三役、小結、関脇というね、上がっていきまして、現在、最高位はきしめんが東の関脇に、そうですね、初の関脇ね。小結に西方小結に柿の木坂がおります。ね、前頭筆頭、東前頭筆頭シャチホコ、西前頭筆頭がウイロー、銭洗いが、入幕を果たしました、はい、先週ね、はい、十両は現在2人、赤福とコシヒカリ、幕下筆頭が霜降りと丸井、これがもう関取直前になっております。そうですね、一応皆さんにはですね、今月は中村、野村、長島、これを考えてもらってます。はい、今日はさだれいこさんをお迎えしております。どうもこんばんは、さだれいこです。感謝状が大ヒットのさだれいこさん、ありがとうございます。結構なんか人気があるようで。あ、そうですか、もう毎日なんか NHK の方でかかってる。もう人気があるんですよ、ね、あれ一日おきなんだよ。でもあ、一日おきそう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 、科目、あ、科目堂ですね。あ、そうそう、あとでまた具体的に、失礼しました。こんな時、阪神の中村監督だったら、ヤクルトの野村監督だったら、はい、巨人の長嶋監督だったらこうするんじゃないか、こういう技を皆さんに考えていただいております、入門希望の、花 G メン75、9回の裏、西満塁で3人の監督がマウンドに立ち、そしてサヨナラ負けをしたらそれぞれどんな負け方をするかについて考察してみた、3人の負け方の差、面白そう。長嶋監督、サヨナラ満塁場外ホームランを打たれて負ける、派手だ派手だやることが、野村監督、うまく打ち取ったかに見えたが運悪くサヨナラテキサスヒットを打たれる、ありがちだ、渋いわこれは、渋いな、渋い。中村監督、押し出しで負けるなんかわいそうな、かわいそうな、よし、じゃあ入門を許可しよう、同じく入門希望は、三尾高文、京都市、
手のひらの中の三監督。いいだろ。手のひらの中の三監督、うん、長嶋監督感情戦、野村監督頭脳戦、中村監督運命戦。いいな、うん、入門許可しよう、うん、なるほど。いいぞ、もっとすごいの来てる、うん、入門希望の、ゴンダワラ木兵。来てますね。来てる、うん、結構ね、うん、3人から連想する戦争。おお、中村監督日本海大海戦、うん、長嶋監督ノルマンディ上陸作戦、うん、いいな、いいな、野村監督応仁の乱。いい、いいな、いいとこついてるぞ。長野県須坂市の権田原木兵、いいな、いいな、いいな、うん、よし、うん、よし、入門許可しよう。新弟子検査に挑む上福岡市埼玉の山伏、うん、キャンプ2日目、初日の猛練習により選手全員がひどい筋肉痛で練習に出られなくなった時の3人の対処の仕方、うん、中村監督グラウンドで一人ポツンと野球理論の本なんかを読んじゃう、うん、あるな、なるほどね。野村監督、うん、マッサージ師を連れ、うん、各部屋を回り痛がる選手たちに痛い筋肉マッサージを行う、うん、うん、長嶋中畑に100本ノックを行う。いいな。ありそうだな。よし。じゃあこれは、前相撲に進んでもらおう、ね。新弟子検査を受ける卓上カレンダー。不調で落ち込んでいる選手に各監督が自分の代理に、うん、代理に声をかけるって励ますように命令する人、うん、自分の片腕とも言える人かな、うんうん、長嶋監督は中畑コーチ、うん、中畑言っとけ、うん、野村監督は古田、うん、言っとけ、うん、中村監督トラッキー。いないのかって、他にいないのか、うん、まあでもこれもパスだ、うん、前相撲に進んでもらおう。同じく新弟子検査、うん、ゆず神のスタンド使い那須軍、うん、3人が聴くさだまさしの曲、うん、あ、ストレートだぞ、うん、野村、うん、好敵手、うん、長嶋主人公、中村セイセイル天。かわいそう、まあ、じゃあ、中村いじめられてるな、いじめられてる前相撲。ホテルに、続いて新弟子検査の風邪気味のライオン、今月から改めてインフルエンザと言われたライオン。ホテルに泊まっていてボヤが起きた時の行動3パターン、うん、野村さんフロントの指示に従い行動する、うん、中村さんいざというところで道に迷う、長嶋さんテレビカメラを探す。いいな、うん、まあいいだろう、うん、よし、じゃあ前相撲へ進んでもらおう。前相撲に進んでいる、伊藤貴博、伊藤貴博はもう前相撲に進んでくれ、そんだけ、うん、続いて佐藤正秀は序二段140枚目。もしも3人がパチンコ店で777を揃えたら、うん、中村監督笑いをこらえながら静かにタバコをつける、うん、野村監督さすが私の選んだ台だとか、もっとドル箱を積ましてくれよなどと台にずっとささやきかけている、うん、長嶋監督数字が揃ったので嬉しくて万歳をして家に帰る。序二段130枚目に出世、130枚目に出世してんだ佐藤正秀はね、じゃあ120枚目に出世。3段目に進んでいる55枚目の成本則義、3人が出演を依頼されたドラマ、うん、中村監督二宮金次郎物語。長嶋監督お笑い版水戸黄門、そして野村監督笑うセールスマン。いいな、うん、45枚目に出世、うん、続いて十両7枚目の十両の相撲に入ってくるぞ。コシヒカリ、うんうん、審判につけるクレームの3タイプ、うん、長嶋さんアウトをセーフの判定でクレームをつける、うんね、うん、野村さんストライクボールの判定にクレームをつける、うん、中村さんスコアボードの時計が2分遅れているとクレームをつける。そんな細かくはないような気がする。いいな。重量4枚目に出世、うんうん、前頭13枚目銭洗い嬉しい新入幕、うん、初入幕後の相撲です。初前頭と、はい、13枚目。
相撲なんか力んでるのよ。どんな相撲でしょうね、うん、優勝争いに敗れ目の前で相手チームの優勝が決まった時のご参加だ、うん、中村監督ベンチの奥で目に涙をためてうつむきのの字を書いている、うん、真由美に慰められたりしている、うん、野村監督ダメだったものは仕方がないと割り切りつつもやはり腹が立つので畑の頭を殴る、うん長島監督、まあとりあえず相手の胴上げの輪の中にいる。なんだかな。なんでいるんだ。なんだよくわかんない。まあ十二枚目にあげてあげよう。出世、まあ、なかなかでも。西小結び。うん、柿の木坂上がったり下がったりでここは誰、うん、私はどこになってしまいました。西小結びね。小結びだもんな。柿の木坂。これが、うん、あの本日の打ち止めです。打ち止め。はい。お三方の推薦図書これはひねってきたよ、うん、やっぱりね三役の相撲だけのことある、うん、3人が本を推薦した、うん、阪神タイガース中村監督推薦会津藩士の若き虎たちの勇姿を綴った歴史書白虎隊、うんうん、阪神を愛してるんだよ、うん、読売巨人軍長嶋監督推薦小人の国に流れ着いたガリバーはそこではまさに巨人だった少年少女の心に残る不朽の名作ガリバーの冒険、うんねヤクルトスワローズ野村監督推薦腸の仕組みと働きがよくわかる良い子のための科学絵本ビフィズス菌って何いい素晴らしいあまあいいだろ三役の相撲してるよ、うんね、東小結びに出世だそうですね、まあ、小結びには違いないけど、うん、関脇張るほどの相撲ではなかった、うん、小結びですね、うんまあ、今回は、技能賞なし、 なしはがきには自分の位または入門希望と忘れずに書いてくださいこれなんでね今場所ね、うん、どうもねはがきが少ないのよ、うん、でおかしいなと思ったらみんな佐田総研行っちゃってんねあ今週から佐田総研始まる新しいもん好きだからみんなそう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 佐田総研、ねでねうん、佐田総研本名は何て言うんだから、ね、俺忘れちゃったんだけど、うん、佐田なんか総研そうそう総合研究所え研究所どうしてお互い言ってることが違う総合研究所だよ研究所なんだか知らないさだまさし総合研究所いやわかんないんだけどなんかとりあえずいろいろ総合して研究あんま突っ込まずそっちに来てるんだ結構いいのがそっちに行ってるんだよね、うん、なるほどね、うん宛先は郵便番号 160-02 文化放送さだまさしの声援がお笑い国技館まででしたさて問題です東ハトポテコを食べると全世界が平和になる東ハトポテコを食べると鳩からハンカチが出る東ハトポテコを食べると総理大臣の友達になれるそれでも美味しいアイダホポテトなスナック東ハトポテコさて問題です東ハト投げ輪を食べると億万長者になれる東ハト投げ輪を食べると犬がニョンと鳴く東ハト投げ輪を食べると土星の輪の上でスケートができるそれでも美味しいリングなポテトスナック東ハト投げ輪さて問題です東ハトカラプルコを食べると宇宙人の家にホームステイできる東ハトカラプルコを食べると空から1万円札が降ってくる東ハトカラプルコを食べるとパパがいい男になるそれでも辛くて美味しいリングなポテト東ハトカラプルコさだまさしの水泳や改めて紹介しましょう本日のお客様さだれいこさんはいチャーミングなさだれいこです聞いてねえよ最初言ったじゃんチャーミングなお客さん あれ書いてあったからまず読んじゃったんだよそう間違えたのあれはどうも、うん、こんばんはさあ、それじゃあの曲が長いんでね、うん、手短にお聞きしたいと思うんですがそれお互いあんまりね、うん、いや俺はだって曲書いた曲つけただけだもんそうでしょ詞が長いんだからしょうがないじゃないか詞もカットしたのにね結構ねあそううんすいません終わったばかりのコンサートツアーの手応えはあ何じゃそれあ今書いてあったの読んだでしょそうだよ本当にもうえ急げよ時間ないんだからコンサートツアーの手応えですか、うん、もう本当にねよかったねでもすごい評判いいねありがとうございます、うんすっごいね、うん、みんなっていうか私もそうだけど、うん、もうやっぱりやってる方スタッフとか、うん、もう全員楽しかったですよ、うん、もうちょい大きなホールでやらせてやりたいっていう声が聞こえてたねあ本当？うんあやりたいよ、うん、やりたい大阪なんかもうお客さんが入りきれなくてはいもうお断りしちゃったんだってねそうなんですって失礼ながらどうもすいませんでした本当にありがたいことですよねでも本当にありがとうございましたもうねやっぱり西安軍のリスナーの方もねそうだな結構いらっしゃってくださいましたねフェスの野望が一歩近づいてるなはい、うん、野望だ
名古屋もあの白鳥センチュリーの野望っていうのあるからな、うんうん、ちょっと頑張って頑張りたいと思っておりますが、ニューアルバムも作った今頭の中はどんな状態ですか？はなんかさ、マッサンらしからぬ話になるよね、いきなりね。だってしょうがないじゃん。あ、そう、時間もないし、そう、時間もないしね、うん、それで、え、なんつって、まあいい、まあいい。ニューアルバムが、お前シングルっていつ発売になるの？3月の10日なの、シングル。そんなにゆっくり発売なの？そうなの。神様、出せよ、もう来週出せよ。出したいんだけど、神様が3月10日でしかダメだって言ったからしょうがなくて。そうで、一応ね、明日アルバム発売日なんですよ。アルバムには入ってるの？これ入ってます。感謝状でしょ。入れなきゃいいのに。え、あら、言っちゃった。シングル、それは聞いてのお楽しみよみたいな、ね、シングル売れるぞ。あれすごい評判だね、あれ。なんかね、うん、とか東海ラジオさんで35位。以上だから。本当、そうだよね。グレープもこっから売れたんだもの、はい、兄弟揃ってか。そうだ、兄弟揃って東海ラジオには頭上がりませんって。上がりませんよね。しょうがねえ。いやでもね、本当そうよ、うん、でもいいな、うん、ね、嬉しいっすよね。素晴らしいな。はい、そうか、これ3月10日発売か。そうなんですよ。3月10日発売っていうと、はい、弦のいい日だからな。何それ。甘えとりが3月10日発売だから。あ、そう、うん、これはね、結構いいかもしれない、うん、ちょうどね、だから春だから、うん、ちょうど結婚式の時期に、うん、あの、まあ、偶然だけど重なったということもありまして、今日中村が結婚式でね、中村って誰ですか？東海ラジオ。あ、東海ラジオの中村さんですよね、うんうん、失礼しました。結婚してね、はい、うん、東海ラジオの受付の女の子と結婚して。あら、まあいやね、美人も。どうしてそういうことするんだろうね。どうしてそういうことって、人の結婚ほっとけよ、お前。え、誰と一緒になったっていう。いや、そうだけどさ、うん、ちょっと時間ないんだから、ね、なんかスタッフがね、オープンカー、ベンツのオープンカー借りてきてね。そうそうそう、まあ、キャッスルホテルからね、うん、あの名古屋駅までね、オープンカーでパレードだった、うん、なんかね、あのね、空き缶、空き缶とかね、うん、カラカラ鳴らしながらね、行ったらしいですよ。最低だね。それで、小路さんとね、北がね、うん、脇に乗ってね、うん、小路さんと北さんっていうのは東海ラジオの事業局の方ですね。そう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 、はい、でね、小路さんが旗持って、北がね、優勝カップ持ってたみたいなそれで、あの、なんか大いちょう言ってた。大いちょう言ってた。あの、花嫁子さんが。すごい、やめてよ、もう。いや、花嫁が言ってたんですよ怖い、そんなもん、怖い、そう、怖い、やめて大いちょう言ってた。怖い、そんなもん。高島田じゃなかった。多いじゃん。怖いよ、怖いよ、いよ、嫌だよ。質問が好きだったそうだけど。うん、まあ、それはともかく大変評判のいい、はい、まあ、NHK の方にも大変な数の、問い合わせ殺到ということで、あ、嬉しいですね。これはサタデーとのヒット曲、来たると。になればいいなと私は期待してます、自分で。ね、はい、大丈夫だろう。行きそうな感じでございますよ。頑張ります。3月10日リリースされます。サタデーと感謝状。さだまさしの水泳。サダレイコさんをお迎えしてお送りするチャーミングなお客様いらっしゃいのコーナーをお届けしてるんですが、チャーミングなサダです。聞いてねえよ川崎市坂井雅恵さんからね、はい、今回のレイコ様のアルバムは、おレイコ様のアルバム全曲自分自身の詩だということで、とても楽しみです。ああ、そうです。お願い、おレイコ様をぜひセヤングにゲストとして迎えてもらえ、ゲストとして。いや、もう本当今日なんかすごいゲストらしくて私緊張しちゃいましたよ。聞いてねえよ。あ、そうか。早速ですが、さだまさし音楽工房再放送決定おめでとうございます。おれいこ様のコンサートで聞きました。そうなの。おれいこ様、感謝状はみんなの歌で歌われております。二重の喜びですね、はい、でもできれば2番まで歌われるといいのにと思ってしまいますでも2分10秒って決まってんのよ。ごめんなさい、本当私も。ペンネームつくしんぼさん、広北区。2月9日読売新聞にこんな投書が載っていました。私はみんなの歌を見ていないのではっきりわからないんですが、はい、この感謝状はひょっとして音楽工房で教授助教授3人で作られたあの歌なのでしょうか。あ、そうです、そうです、そうです、はい、もしそうだとすると、音楽工房での目標の一つをクリアしたんですね。えらい。うん、すごいね、うん、それにしても天下の NHK みんなの歌で聴いている人を泣かせてしまうなんて。私みんなの歌と無縁でしたので、放送時間などわかりません。ああ、文化放送のスタッフの情におすがりしまして、時間など教えていただければとってもとっても嬉しいな。 NHK のね、うん、総合が朝の9時55分からかな。朝の9時55分。そう、それで教育テレビが夕方の5時55分だっけ、うん、からなんですよ。すごいね。そう、ぜひ見てください。なんかね、アニメもすごくね、うん、いいのね。あってて、俺も見てないよこれ。私もこの間初めて見たんですけど。 NHK テレビみんなの歌で流れる感謝状は、嫁ぎゆく娘が母に向けた手紙の歌、優しさと切なさを漂わせた旋律と語りかけるような歌詞に自分を重ねながら聴いている。わがままを許してくれた自分の親の心情が、子供を持った今ようやく理解できた気がする。千葉県、主婦遠藤ゆかり31。他一通、
その評判いいね。ありがとうございます。コンサートが4月にはあるそうです。あります。4月21日大阪の皆さん、大阪アムホールです。はい。そして4月の22日はなんと名古屋。名古屋です。ボトムラインで。ボトムラインです。何ですか？ボトムラインは、はい、会場6時、はい、開演7時、はい、千種区のボトムラインですね。そうですね、はいはい、入場料4,000円。はい。すごい。これ新風ライブツアーでございますので、うん、要するにライブハウスを中心に小さく回っていこうかなというツアーです。ボトムラインの場合はワンドリンク付き。はい、うん、アムホールはつかないのね。アムホールもつきません。アムホールはつかないのね。はい。そうか、ぜひいらしてください。東京じゃないのかって。東京もやります。5月16日渋谷ビームホール。はい。すごいな。はい、頑張って。はい、他にもいっぱいありますけども、うん、今とりあえずはそうだね、はい、もうこの番組以外でレイコの曲がガンガン流れてきて、パチンコ屋なんかで流れるのを楽しみに私は待ちたいね、はい、スキー場でさだまさしさんの症候群、自分恋愛症候群、うん、流れてね、うん、本当に板がいきなり止まってしまいました。すいません。あれいきなり滑り悪くなるだろう。多分レイコの曲がかかったら今まで出てた台がピタッと止まると思う。うん、でね、本当に兄弟でね、うん、やっぱり流れまして、湾岸物語とか流れましてね。あ、そう、どこのスキー場？ね、ニセコですね。はい、えらいね。怖いものがありました。アッピーでは流れないのかな、カツさん。まあいろいろね、追求してみたいとこのように思いますけど、ぜひいらしてくださいね。そうだ、3月13日にソフトボール大会があるんですけども、はい、稽古も出るように。豊田市運動公園野球場でさだまさしの声援600回記念の一環としてソフトボール野球大会を開催します、はい、第1試合がセイヤングチーム対リスナーチーム、第2試合が千葉パイレーツ対 SF オールスターズ。観覧希望の方に最後のお知らせ、明日明後日で12ハガキで応募してください。郵便番号 461-03 東海ラジオ事業局さだまさし野球観戦係、入場整理券を発送させていただきます。当日のアトラクション、サインボール投げ、マッサンのボールが打てるかコーナー、抽選会、7月1日2日センチュリーホールのコンサートの優先予約。すごい、野球場でやんなよこんなこと。これ考えたのはね、北だと思う。そう思う、ろくなこと考えない、はい、当日そのための整理券を会場で配ります。この整理券を同封してコンサートの優先予約の申し込みをしていただく予定になっております。3月13日には豊田市運動公園でレイコが先発します。ちょっと今日初めて今聞いてないよそれ。さだまさしのセイヤング、この番組はハートも美味しい東ハート製菓がお送りしました。引き続きセイヤングアネックスでお楽しみください。さだまさしのセイヤング。岩手の皆さん、いらっしゃい。さだまさしです。さだまさしのセイヤング第590回になりました。今夜は名古屋東海ラジオ第2スタジオからお送りしています。この時間はおなじみこのコーナーから、80秒間世界一周。さて今週のお便りはですね、川崎市の麻生雅恵さん。さっきも読まれた人ですね。この写真は去年の3月に弟がアラスカに行って撮ってきたものですという写真。ちょっとこれね、台本にこう貼ってある、台本って進行表にこう貼ってあるもんですけどね、剥がした。あ、オーロラ、オーロラ、自分で歌うなよ自分の歌。この写真は去年の3月に弟がアラスカに行って撮ってきたものです。大学の写真学部に通っていた弟が友達と卒業旅行でオーロラを見にアラスカへ行くと言った時、私は思わず沢さんのオーロラを思い出してしまいました。いかにもオーロラといった感じのするカーテン状のものや写真のような放射状のもの、あるいは空の両端からまるで橋がかかるように伸びてきて頭上で一つにつながったり、逆に天井から両端に分かれて消えていったりするオーロラを、寒さを忘れて見つめていたそうです。オーロラは刻々と色を変え、揺らめきながら静かに降りてくるんだそうです。天から光が降り注いでくる、そんな感じなのでしょうね。弟にとっての初めてのこの海外旅行はきっと忘れられないものになったと思います。阿岸光穂さんが見たのはどんなオーロラだったんでしょうか。私も自分の目で地球が夢見る姿を見てみたい。写真の右半分に北斗七星が写っています。あ、本当だ、と姿勢がきちんと映ってる。あ、綺麗なもんだね。僕はオーロラっていうのは見たことがないんですけどもね、やっぱり毛利守さんもスペースシャトルから見たオーロラの美しさに触れておられますけどもね、ほらオーロラってやっぱりね、見たいな見たいな、本当だな。
いい写真です。でもね、このコーナーでは皆さんからの海外旅行に関する思い出のおはがきを募集しております。その年で求めた絵はがきなどで送っていただくとなおよろしいかなと思います。採用させていただいた方には1000円オリジナルソックスをお送りします。宛先は郵便番号 160-02 文化放送さだまさしの西洋具80秒間世界一周の狩りまでです。この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りします。誰も見てないな。大丈夫。男たちは AB ロードを取り出した。早くしよう。 FIT ページだ。格安航空券、レンタカーの予約、ホテルの予約。 FIT は自分で作る旅のページ、格安航空券など役立つ情報満載。男たちは有給休暇取ってアメリカでゴルフしちゃうの。 AB ロード、好評発売中。赤井先輩。何や。これ分かんないんすけど。そうか、ガテン見てきた新人やからちゃんと教えなあかんな。社長、わしも分かりませんね。未経験者も大歓迎。ガテンにはいい職場がいっぱい載っています。ガテン。団体旅行や。大丈夫。吉岡君、マンボとか全員で食事なんて彼のよう。飛行機とホテルだけのシンプルなパッケージツアーが。嘘。吉岡君、テレビロード。吉岡君、課長、来月休ませてください。何。飛行機とホテルだけのシンプルなパッケージツアーも満載。テレビロード、好評発売中。アタックを送ってくれた新宿区の松井健太郎さんにはセイヤングオリジナルトレーナーと新しいカセットテープをお送りします。いいなぁ、起きろよ。うん、もう起きます。それではお待たせしました、新コーナー。今からタイトルをコールしますが、もうがなりは古い。お送りします、さだまさし総合文化研究所。あ、こういう感じで。そうそう、コーナータイトルも元気よくやいってもんじゃない、うん、学術的なコーナーですからね、うん、あえて格調高いタイトルコールにしてましたね。さて、このコーナー、身の回りにある何でもないものにスポットを当て、さまざまな角度、様式を持って分析していこうというものであります。そうですね。お相手いたしますのは、ドクトルマーボーと、はい、プロフェッサーヤッサンでございます。それでは紹介しましょう。ドクトルマーボーです。こんばんは。プロフェッサーヤッサンです。ヤッサン、マーボー。天気予報じゃないんだから、これ天気予報だ。それじゃあ、そうか、なんで違うの。違う、うん、じゃあまあ一つ、ドクトルマーボーとね、プロフェッサーヤッサンと、漫才コンビのようですけど、お送りしてみたいと思います。いきます、どんどん読んでまいります。これはどういうテーマ。テーマは、あ、テーマは灰皿。灰皿ですね。おはがきもたくさん届いております、うん、自分なりに灰皿の本質に迫ろうというものですけどもね、表現方法は多岐にわたっておりますね。エッセイ、創作、新製品の開発は、俳句、格言、ね、それから俳句、うん、難しいですね。難しいね。どうなるかわからない、うん、灰皿について考えればいいんだから、うん、考えたこと書いてくれ、うん、ペンネームボロ雑巾。テーマ灰皿、名言、格言。悪い政治家とは灰皿のようである。火をもみ消しても煙が残る。いきなり鋭いところ。鋭い鋭い。そのようなところがありましたね。チャカポコ。チャカポコ。灰皿。灰皿。いっそのことタバコなんかやめちゃって。水盤代わりに可愛い花でも生けたなら、灰皿としては喜んでくれるかしら。それとも寂しがるかしら。深いね。深いね。灰皿って灰を貯めるために生まれてきたのとかあるからな、うん、ペンネーム夕焼け雲。灰皿、かつてはプレゼントナンバーワンの人気者であったが、今はチョコレートや飴に押され気味。煙たがられた父さんが甘くなって舐められる図式と比例してちょっと寂しいな。うん、深いな、うんうん、星屑クラブ。灰皿、西暦2000バツバツ年、ハイテク技術の枠を結集してついに完成した究極の灰皿、うん、すごいな、うん、支援を検知するとどこからともなくにじり寄ってくる、その新製品の名は灰皿。すでに勝ってくる。いやだ、怖い、気持ち悪いよ、怖いよ、怖いよ。便利だけどかなり不気味なため喫煙者が減ったとか、うん、姉妹品、ネタ箱用、予売もよろしく。いいだろ。いいな。目黒区松岡三津、うん、灰皿。灰皿と同じ浮き目の蛍族、うん、灰皿と同じ浮き目の蛍族、うん、そうだよな、どんどんいなくなってんだもんな、うんうんうん、練馬区、西田圭。灰皿よ、明日に向かって
明日へ、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 アストレ、アストレ。ちょっと無理があったかな。無理だ。毎日新聞のコマーシャルじゃないんだから。すごいそれ。どこに行くのかと思っちゃったよ。ペンネーム青岩通りの人々、うん、お、ご隠居また何かやってますね。いや、ほっつんかい。おい、週刊テーマな、恐ろしいやね。区会がお休みだってのに灰皿と聞いたらつい枕に挑戦しまってね。え、でうまくオチはついたんですかい。そりゃお前お題が灰皿だもの、落とすのに苦労はいらね。灰皿来てるな、来てる。西岡優香、僕は灰皿、駅のホームの片隅にひっそりと置かれている灰皿10。いろんな人が僕にタバコを押し付けては列車に吸い込まれていく。笑顔、無表情、たくさんの顔を僕は見てきた。その青年が僕の前を待ち合わせ場所に選んだのは今から半年ほど前のこと。彼きっと A 型なんだな。いつも時間より早く来て、遅れてくる彼女に今来たとこだよなんて嘘吹いている。僕の前で二人はいろんなドラマを繰り広げた。待ち合わせに来なかった日もある。パチン、頬を叩く音がホームに響いたこともある。そして月日を重ね、二人は今大きなカバンを抱えて最高の笑顔で列車を待っている。10、きっと彼の最後のタバコの音、万歳の声に見送られて二人は列車に消えていった。僕に懐かしそうな微笑みを残して、僕は灰皿、ホームの片隅にひっそりと置かれている灰皿。泣き、笑い、怒り、悲しみ、いろんな思いを抱えて今日も人々が通り過ぎる。人間ってすごいね。みんなすごいまみれで生きてるんだね。10、ほらまた一つすごいの音。みんないってらっしゃい、うん、続いて宝田秀美。ああ、タバコはいいな。あの人のタバコの煙になりたい。煙になって漂えばあなた上から眺められるもんね。でもタバコの吸い殻を潰すとき目が合うから灰皿でもいいか。もし私でよかったらそれで気が収まるなら吸い殻をもっと貯めてくださいな。どうかこの吸い殻分だけあなたに幸せが訪れますように。うん動画機内重春、寝タバコを灰皿に帰らず寝タバコを灰皿に帰らず、取り返しのつかないことの例え。ペンネーム大和王子の酒樽。灰皿とドラゴンクエストの関連性。 A、 カセットとプレイ環境について。平らでわずかに外側に湾曲している形状と、その外装はプラスチックでできているため耐熱性は期待できないことから、カセットを灰皿代わりには使えないと言える。天空の花嫁では整理券発売が徹底されたため見られなかったが、発売日前日深夜のおもちゃ店前の行列はドラクエ現象とも俗称される。その場においては当然タバコを吸う人がいたであろうから、携帯用灰皿の存在も容易に想像される。プレイ年齢層は非常に厚く、タバコを吸う年代も当然これに含まれるが、熱中度が高いため実際には吸いながらのプレイは想定され得ず、灰皿の出番はないものと思われる。ストーリーとキャラクターについて、嗜好品として酒はもちろんのこと、そして伝説へには黒胡椒の存在も認められるが、タバコは導かれし者たちの旅の商人がパイプを持っているという点に示唆されるのみで、したがってこの世界には灰皿は存在しないと言える。画面上のキャラクターの大きさから考えて、灰皿などとても表示するに足るような大きさとは言えず、あえて表示するために必要な理由、重要性は皆無に近い。次回作に登場するとしたらどのようなものが予想されるか。アイテム、そして伝説へのジパングのような世界全体と異なる文化を持つ地方の王に渡すためだけの金の灰皿。モンスター、そこに目と口がつき貧弱な手足が生えていて宙を飛び序盤に登場する灰皿お化け。色違いに緑色のエビールアストレイ、赤いフレームソーカー、ソーサーなど、ちょっと私には理解不能なものを分かんない。難しかったよ。復活の立ち捨てと、マンションを探してるんですけど。お一人ですか。いえ、主人と子供がおります。あ、そうですか。この物件なんかいかがでしょう。駅からも近くて交通の便もようございますよ。そうですね、もちろん冷暖房は備え付けでして、空気清浄機はついてます。主人がタバコを吸うもんですから。いえ、ついてませんが、灰皿だったらベランダに備え付けですよ。古谷愛香、なぜか食器棚に同居している親分肌の料理用大皿と下っ端である灰皿との会話。おい灰皿、お前最近暇そうだな。あ、主人が禁煙中ですもんで、お前ちょっと会えなくて寂しいだろう。え、
マチコだよ、マチコ。最近見かけねえけど会ってるんだろ。はあ、まあ本当は会いたくて仕方がねえんだろ。はあ、なんだはっきりしねえな。はいってビシッて言ってるから入って。は、はい、よし、それでこそ灰皿ってもんだ。二瓶のり子、神戸市。30年ほど前のこと、父はいつものように神聖を吸っていたが、お膳の上には昨日まで我が家になかった妙なものがあった、うん、それは灰皿とお鍋を合わせた形で、父がタバコを置き、つまみを押すと蓋がものすごい勢いで回り、吸い殻はあっという間に消えてなくなった。面白かったけどとても不思議だった。今から思えばなんてことのない灰皿だけれど、あの時父から教えてもらった遠心力という言葉はずっと覚えていて、灰皿と聞くと私は遠心力を思い出す、うん、なるほどね。高村香里。提出のためクラスみんなで徹夜した朝、グググッと飲んだ灰皿代わりの缶コーヒーの味は未知との遭遇だった。林亮。灰皿とタバコの関係、この図式は切っても切れない関係にある。しかし世界的禁煙運動の中でタバコ、そして灰皿は衰退の道をたどる。それは家の中でタバコを吸わせてもらえない親父かっこホタル族が証明している。その過程では灰皿は処分、親父の権威は地に落ちる。ということは灰皿、親父の権威、と言えるのではないか。イコールね。失われゆく灰皿、そして親父の権威。しかし親父は灰皿の死守という反撃に出る。親父は家族団らんの席に灰皿を置く。そして冬ならばみかんの皮、夏ならばアイスクリームの棒などをそこに捨てるよう指導する。この行動によって親父は権威を保ち、灰皿はゴミ皿に変わりつつも親父の権威の象徴として残るであろう。しかし家族団らんの席などある家庭は少ない。したがってこの反撃の成功率は極めて低い。親父、そして灰皿の将来は漆黒の闇である。うん、まあ、このようなものが大体届いてるんですね、うん、どうですかな、玲子さん。いや、一枚のハガキにすんごい長い文だなって感心して聞いてました、ね、ええー、すごいなと思って。すごいよ。例えばね、ここなんか面白かったの、上野京子。家でタバコを吸うのは父だけなので、私ら家族はもっぱら触ることもない、うん、しかしたまに役に立つ。1. 停電の時のろうそく立て。 2. みかんや爪楊枝のくず入れ、うん、中でも一番暗いのはやっぱりこれ、蚊取り線香の受け皿。我が家の灰皿はガラス製。我が家の灰皿はガラス製。朝日新聞のおまけだが勤続20年だ。えらい。ほんと灰皿って、うん、長持ちするんだよ。長持ちしますよね、うんうん、俺なんか縁かけてるけどね、いまだに B1 の灰皿使ってるもんな、うんうんうん、そうか、うん、第1回のテーマ灰皿、なかなか面白いですね、うん、特に面白かったものはどれかな。のヨバイってのもよかった。ヨバイよかった。気持ち悪いけどな。気持ち悪い。気持ち悪い。立ってくる灰皿。うん、それから、あのタバコはいいなってのはよかったな、うん、煙になって漂えばあなた上から眺められるから、うんうん、これもいいな。どうか吸い殻分だけあなたに幸せが訪れますようにって、これにしようか、うん、な、この宝田秀美に、優秀レポート賞おはがきセットをプレゼントしましょう。さだ総研では皆さんからの緊急レポートをおはがきでお待ち申し上げております。緊急レポートといっても難しく考えることはございません。以上のような要領でやればいいんでございます、はい、エッセイ、俳句、新格言、新製品の企画、別の利用法、使用法の注意などフレキシブルにお考えいただきたいと思います。来週のテーマも灰皿でいきます、うん、灰皿についての研究をもう少し深めてみたいと、こういう気持ちがいたしますね、うんうん、私の灰皿に対する考え方もね、ちょっとレポートしてみたいかなと思いますね、うん、宛先は郵便番号 160-0 に文化放送さだまさしの西洋、さだまさし総合文化研究所、略してさだ総研の係まで、たくさんのレポートお待ちしています。せっかくハワイでハネムーンなんだから。でもパッケージツアーだよ。ホテルは海の見えるスイート、もちろん晴れ倉にかロイヤルハワイアンね。飛行機は羽田発でビジネスクラス。わがままなやつ、結婚やめようかな。パッケージツアーでもこんなことができる。 AB ロード、エアラインやホテルの指定などわがままにツアーが選べます。 AB ロード好評発売中。新人、なんでうちの会社来たんや。ガデン見たら家が近かったんすよ。そうか、ほんなら今晩飲むか。就職祝いや。赤井先輩、本当っすか。お前んとこでや。沿線駅別インデックスもついて、ガデンにはいい職場がいっぱい載っています。ガデン。Thank you.
日は開いてないこともある不定期のお店、青山カフェのお時間でございます、ね。土曜の深夜になると現れます。日曜の早朝といった方がいいでしょうか。現れます。青山カフェでございます。今週はですね、ご紹介できなかったハガキがたくさんあるんで、じゃあこの青山カフェのお時間を借りて、このコーナーへ行ってみたいと思います。あなたはまだいいのコーナーでございます。何それ、島津浩一が、昔の好きだったことあったけども何も話せなかったということに、反応して、あなたはまだいいっていうのが来ておりましたね、私は見ちゃったって言われてしまったと、あ、見ちゃったって言われてしまった悲惨なやつがハガキを書いてくれた、島津浩一から来ております。私は元気です。あ、皆様こんばんは、島津でございます。先週星野徹さんのおはがき拝聴いたしました。あ、見ちゃったとはさぞやショックだったことでございましょう。私の場合はばったり会ったという驚きから来る単なる照れでございまして、あなた様の事件に比べればそれは平和なものでございます。お心遣い誠にありがとうございます。あなたのおはがき非常に嬉しく拝聴いたしましたのですが、途中で北京放送がかぶり何を言ってるのかわからなくなってしまった次第で、それにしても私の一通のはがきがまさかここまで大きくなるとは夢にも思っておりませんでした。これぞ以前話題になりました一粒万倍日でございますね。セイヤングリスナーの絆の強さ、また感受性の強さといったものを改めて感じた次第でございます。顔も年齢も名前すらよく知らないのにこんなにしっかりつながっているなんて実に不思議なことのように感じてしまいます。セイヤング万歳、追伸、あなたはまだいい、面白そうでございます。さあ参りましょう。和田貴弘、長野市、前の放送で好きな人に見ちゃったと言われた人がいましたよね。あなたはまだいい。私なんかね、街で見かけた時ゲッと言われた上に走って逃げられたんです。悲惨だね。ゲッ走って逃げられた。あんまり頭に来たんで走って追いかけ回しました。こんな私はバカでしょうか。いいなぁ、いいぞ、追っかけた方がいい、そういうやつ追っかけた方がいい、本当に。どこまでもね、それどこまでもね。寂しい女子高生から、ちょっと男の子お二人さん、あなたたちはまだいい。今回は女の子である私の話を聞いてもらいます、私はある男の子から告白され、仲の良い二人として約2年、親から学校の先生にさえ知れ渡っていたんです、そんなある日、彼の友人である A 君と私のクラスメート B 子ちゃんの仲良し二人の仲が冷めてきてしまいました、私の彼は何とか二人の仲を元に戻そうと二人の間を往復し始めたんです、そしてつまり結果として私の彼と B 子ちゃんがくっついてしまったのです。私と A 君って何なんだろう、以下私の心の寂しい空白。よくある話なんですね。そうですね、かわいそう。かわいそうだけど、まあよくあるね。よくあるよね。よくありますね。もっと悲惨なのがあるね、佐藤康文、島津さん、星野さん、あなたはまだいい。僕は昔好きだった女の子にバイト先のコンビニで会ってしまいました、僕は店員で、彼女は男連れで客として来てました。わ、彼女がレジのところに来ると僕はあっと言ってうつむいてレジを打ちました、彼女は僕を睨みつけた後、振り返ってわざと僕に顔を見せず、帰りには男と一緒に仲良く帰っていきました、恨みつらみ見せつけのトリプルパンチで泣きたくなりました。家で大泣きしました。でも僕は今元気でバイトに励んでいます。偉い、立ち直って、みんな立ち直ってるところは偉い、偉い、そうか、まあ、一つ今日は佐田総研で灰皿も出たし、水ヶ野の風景でも時間までかけてみましょう。佐田正史のせいや、ラストレターのお時間ですがね、今日はそんな時間もありません。サタレイコをゲストに迎えて、お邪魔してました、サタレイコでした。どうかね、はい、
セイヤングの。なんか本当にね、あのツアー出ててあのじっくり聞けなかったんですけど、佐田総研とかね、いうのはもっと掘り下げたり、結構ね面白くなりそうだね、リスナーの質が高いということがはっきり出てる。すごいですよね、はい、いろんな考え方あります。佐田玲子は2月21日明けて今日、ニューアルバム「マイ・ライフ」が発売になります。ありがとうございます。どしどしお買い求めくださいますように。お願いします。話題のニューシングル「感謝状」のリリースは3月10日になる予定です。はい。まあ頑張ってね。ありがとうございます。はい、本当に。来週はですね、田中局長がまた雪かきをしてると困るんですけど、田中局長が待つ信越放送諏訪放送局からお送りする予定でございましてね。今週もなんだかんだ言いながら最後までのお付き合い本当にありがとうございました。佐田の方はですね、これから北陸ツアーに出かけてまいりますんでね、北陸の皆さん、もう間もなくお目にかかれます ね、トイズミュージアムをもっての お出かけでございますね。長野の高職では26日に、アコースティックコンサートを予定しています。そうです、来週はツアーからお届けいたします。今週も最後までのお付き合い本当にどうもありがとう。佐田玲子を迎えてお送りしました。お相手は佐田正史と広田康永でございました。また来週元気でお会いしましょう。この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りしました。